とうございます。税でやらなきゃいけない場合には、これはものすごくシンプル。儲かってるところからしっかり取るということをやっていかなければなりません。だとするならばどこですかって考えたら、やっぱり法人になりますね。大企業、毎年過去10年間毎年過去最高益を上げ続けているのが大企業なんです。ものすごく内部留保を溜め込んでってことは皆さん聞いたことがあると思うんですね。当然取る順番どこが最初ですかって言ったら、まずは持ってるとこからって当たり前じゃないですか。で、この企業に対する、大企業に対する、税金の取り方を累進制という形を取りたいってことです。つまり何かって言ったら、儲かってれば儲かってるほどパーセンテージ上がるよ、儲かってない時にはパーセンテージ下がるし、儲かってない時には払わなくてもいいという状況に持っていくと。これって一番フェアな取り方じゃないですか。で、他にもですけれども、例えばですけれど、金融に対して株の購入、株で儲けましたということに関して、ここに関してもこれは税制変えなきゃいけないと思ってます。で、皆さんの中には日頃の給料が満足でないから、これはちょっといろんな金融商品を買ったりしてるんだって方もいらっしゃると思うんです。私が言っている税のあり方を変えるっていうのはそこじゃないです。ないとこから取ろうとは思ってない。つまり何かって言ったら、やっぱり1億円の壁ってあって、1億円で何とか分けたいわけじゃないです。もうちょっと先ですね。つまりは数十億だったりとか数百億っていうお金を、ある意味でこれは実働でっていうか労働で稼いでないっていう人たちのパーセンテージ、税のパーセンテージ低いんですよ。 20% ぐらいで、これ おそらく、15% ぐらいなのかな、 15% ぐらいですね。で、これって所得なのにどうしてそこだけ特別低くなるのって話なんです。所得は所得税としてカウントしなきゃダメだね。ある意味でバラにしない、所得は全部所得税として考えて累進制っていう部分に、なんだろうな、その持ってる人たちに対しての累進を強めていくと。